懐かしのエモビデをまだ持っている人はいるかな。あれってあと数年で見られなくなるかもしれないんだってさ。今回はビデオケークの2025年問題対策をヤフオクで買ったジャンク品のビデオデッキを使って VHS のデジタル保存に挑戦します。エモいビデオを保存したい人はジャンクな動画を最後まで見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。動作未確認のジャンクなビデオデッキをゲットしました。ジャンクなんで最悪動かないかもしれない。まあそのあたりも考慮した上で大量に買っておいた、多分1台くらいは動くでしょう。で、今回はジャンクなビデオデッキを使って VHS 映像をパソコンに保存しようという挑戦だ。これには VHS の2025年問題というのがあって、簡単に言うとすでに生産終了している磁気テープの劣化やビデオデッキの修理不能によってビデオテープが永久に再生不能になる可能性があるということで、ちょっとした話題になっているんだ。どうでもいいけど、このビデオデッキ 6kg もあるよ。ここからでかいトランスが見えるね。これは売れそうだ。ビデオデッキは動かなくても買い取りする業者がいるし、都市鉱山と考えても結構資源回収ができそうだね。ちょっと話がそれたけど、ビデオテープの2015年問題は世界でほぼ同時期に起こりうるグローバルなアーカイブ危機として映像資産を守る活動が行われているんだ。昔はビデオテープをめちゃくちゃいっぱい持ってる人たちがいたけど、大事なエモいビデオコレクションが見れなくなってしまうことは深刻な問題だよね。じゃあ早速動作確認するね。まずは電源ケーブルから。ジャンク品はこのケーブルが欠品していることが多い。通称メガネケーブル。汎用品なので大体何でも使える。もしなくして困ってる人はハードオフのジャンクコーナーで110円で売ってたりするから行ってみた方がいいね。とりあえず通電 OK。 はい、電源も入った。液晶表示良好、なんとなく動きそうなんで AV ケーブルを接続して再生準備。これが AV ケーブル。黄色が映像で赤白が音声だ。これもハードオフのジャンク箱によく入ってるし、家電量販店でも売ってるよ。あとはこれを昔はテレビに接続してたんだけど、うちはテレビのモニターもないから、これを使って一旦 HDMI に変換してからビデオキャプチャーを通してタブレットをモニター代わりにするんだ。この変換器はAmazon などで1000円くらいで売ってるやつだ。変換器は 5V の電力供給が必要で、 USB コネクタの形状はミニ B。 今回モニターの代わりに使うチャレンジパッドと同じ形状だ。 HDMI ケーブルを取り付ける。テレビやモニターを持っている人はこの HDMI から映像を出力することができるよ。タブレットをモニター代わりにするには HDMI ビデオキャプチャーを使う。これも Amazon などで安いものが1000円から2000円くらいで売っている。最後に USB タイプ A からミニ B に変換するアダプターを取り付ける。で、これをタブレットにつけて準備完成。タブレットにはあらかじめUSB カメラなどのカメラアプリを入れておく必要があるよ。これでセット完了。では早速ビデオテープを入れて再生してみるぜ。ああ、なんだこりゃ。再生できないね。まあ、ジャンク品だからね、仕方ないね。とりあえず開けて中を見てみよう。ヘッドを掃除すれば映るかもしんない。
ケースの裏側が建設現場にある芝のドブメッキみたいだね。これがヘッドだ。基板のハンダの量が多い気がするね。おお、トランスが大きい。昔の家電ってトランスが大きいよね。コンデンサも大きい。これ外して売れるんすよ。動画巻いてあるんで。これがヘッド。ビデオデッキは定期的にこのヘッドを清掃しろってメーカーも言ってて、これが汚れているとちゃんと映んなくなるんだよね。昔はビデオテープみたいな専用クリーナーが売ってたんだけど、そんなの持ってないから直接ここアルコールかなんか浸した布とかで拭くしかないね。余計壊れるかもしんないけど、もう他にできることもないから、とりあえずやってみるしかない。確か昔これで映るようになったことがあるんだよね。傷になっちゃうと余計ぶっ壊れるかもしんないけど、もうやるしかないよね。これ映んないと VHS のデジタル保存できないもんね。やっぱ少し汚れてるね。これで映るようになるといいんだけどな。じゃあ再生してみようっと。可動パーツは問題なく動いてるみたいだね。よくこんな古いの動くよね。昔の家電の方が長持ちするのかな。映んないね。どうしようかな。その後選手交代で2台目のジャンクを動作確認したが、状況はより一層悪化した。2台目は初めからテープが詰まっていた上に、中に何かが入っててフルトカラカラ音がする状態だった。これは結局取れなかった。なんだろうねこれ。さらに作業に夢中になってタブレットを床に落とし、変換アダプターを破損してしまった。これでタブレットに映し出すことはできなくなった。急遽パソコンのモニター画面に映し出す方法に変更したのだが、結局映らなかった。3台目は見た目の状態が良かったのと、再生時の状態が今までと違ったので、ヘッドの掃除をやってみたら、おお、映った。いやー、よかったね。なんとか使えるのがあって、これでやっと VHS のデジタル化を解説できるようになったわ。では早速環境を構築するぜ。 OS は無料の Ubuntu で、ターミナルを起動して GUVC ビューをインストールします。これをインストールすると動画のキャプチャーができるようになるんだ。 GUVC ビューを起動して VHS を再生すると画面に表示されるので、 GUVC ビューのキャップビデオをクリックするとビデオキャプチャーが始まります。ビデオキャプチャーを終了するときはストップビデオで停止します。キャプチャーを終了すると自動的にホーム画面に MKV ファイルが生成されます。このファイルが VHS をデジタル化したファイルになります。このままでも VLC で再生できますが、 FFmpeg を使って MP4 ファイルに変換すると便利です。変換はターミナルからコマンドを入力して行います。FFmpeg がない場合はインストールしましょう。私の環境では FFmpeg はすでにインストール済みでした。コマンドは FFmpeg-i 変換したいファイル名 -c copy
出力ファイル名 MPO です。このあたりの今回使ったコマンドはまとめて概要欄に記載しておきます。変換が完了するとホーム画面に MP4 ファイルが作成されます。これで一般的に使われている動画ファイル形式に変換されました。いやー、今回はちょっと疲れたね。でもなんかもう勝ってるとかじゃないからね。キャバクラは無理だな。まあ視聴者さんのエモいビデオが失われずに保存できる手助けになれば何よりだ。あれ、アフターはどこ行く？今着替えてくるから、ちょっと待ってて。え、マリアちゃん。おう、兄さん、何寝ぼけたこと言ってんだ。お前がエモいビデオ売りたいって言うから来てみや。なんだこれは、かびけるじゃねえか。こんなの再生したら貴重なデッキがぶっ壊れるだろう。いやー、昨日は変な夢見たな。VHS のデジタル化にあたって大事なことを忘れてたんだけど、まず再生する前に必ずこの透明なところからテープの状態を確認してほしい。こんな風にカビが生えていたり曇っているテープは絶対に再生してはダメだ。貴重なビデオデッキをぶっ壊す原因になりかねない。あともっと大事なのは、市販作品の中には著作権で守られた映画などの作品があります。これらを複製することはたとえ個人利用であっても法律に違反する可能性があるため絶対に避けましょう。今回のようなデジタル化は個人で撮影したホームビデオなどのエモいビデオに限定することが大切です。昔のエモい思い出を正しく残す、それが一番のポイントです。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。